するぞ。私が守る。絡め取る。私が守る。これで俺に任せてくれ。あいつか倒れろ。いかがだ。ガキはどっちだ。ジェネシック、すごい威力。それほどとは。バラバラにしてやる。輝け。バッタイザーデモンラッチ。宇宙自覚戦。くらえ。だがこの先の戦況は変わりよ。油断するなってことだね。仕留める。動きを止める。息の根止める。恵みの光を今これに任せてくれ。いいよ、させん。出てよかった。はら？クルー、森もにぎわってきたかな。屋上の奴らが育ったな。近くで見るとよい。完成。完璧。目から舌が飛び出るぜ。明日もよろしくな。十分休めたな。進もう。いよいよだ。みんな油断するなよ。正面から。アルフェンとその一味か。なぜそう思う。お前たち以外にここを訪れる予定はなく、ガナスハロスに予定外は存在しない。もう一度問う。ダナのアルフェンとその一味か。そうだ。ならば通れ。スルド・ボルラーンが居城デルワリスに向かえ。招かれている立場だったな。中は出迎えなしか。これからどうする。まずは町の様子を調べよう。それから城だ。
人影がないな。ダナの奴隷どころかレナヘすらいないとはどういうわけだ。なんだろうこの変な感じ。敵がどこに潜んでいるかもわからないんだ。変な感じは当然だろ。違うよ、そういうのじゃなくて。あの奥に見えるのがスルドの城だろう。このまま町を突っ切るかね。さっきの兵士はそうしろと言ったな。だが問題はシオンがどこに。そうか、うまく言えないけどこの町人が暮らしている感じがしないんだ。言われてみればそうだな。妙に作り物めいているというか、レナ人の区画なのか。いくらなんでも広すぎるだろ。何？ダナ人だよな。普通じゃなかったよ。まさかここでもヘルガイの果実を。それにしては聞き分け良さそうに見えた。精霊力の漏出は感じたか。それは確かに感じなかったけど、でもそれじゃ一体。そういえば見張りの装甲兵もいなかったな。城の方に向かったな。あの船、何か嫌。あの船に乗ってた連中何だったんだろうな。分からない。ここで奴隷にされているダナ人だとは思うが、この町今までのどの主婦よりも立派だけど。ああ、建物といい人間といい、なんていうか異質だ。街を見れば滑る者の性格も見て取れる。そう思っていたが、どうにも不気味だな。見た目の異様にもかかわらず、印象はむしろ廃墟の方がまだ近い。あの船を追いかけてみよう。何か話が聞けるかもしれない。これだけ大きな町なのにまるで気配がない。ダナもレナも一体どこにいるんだ。相変わらず人影がない。この先はもう城しかないみたいだな。ダメだ、行き止まりだ。壊すにせよ乗り越えるにせよ、少々骨が折れそうだな。これは見たところ城に続く道はここだけだ。柵を動かす仕掛けがどこかに。おい、あれ！アルフェ！
力。そんな、じゃああれって。やめろ。何をしてるか分かってるのか。止まるんだ。死にたいのか。スルドのために死ぬのは無意味だ。逃げろ。船を降りるんだ。挑発だ。わざわざ我々、いや、アルフェンに見せつけるための。シオンをさらい、人々を犠牲にして、俺一人を呼ぶのにこんな真似をする必要がどこにある。答えろ、ボルラン。お前のせいではない、アルフェン。断じて。わかってる。俺の手は汚れている。それでも奴を止めるため、俺は進む。行こう。くそ、ひどい。あの船に乗ってた人たち、自分がどうなるか分かってたのかな。そうは見えなかった。ただただ言われるままという感じだった。言われるままボルラーニってことだよな。ずっと支配されて、言われるまま命を差し出して、そんな死に方をするために生まれてきたの。そんなのって。奪われるのが奴隷なら、あれこそ究極の奴隷の姿だ。あれを敷いた奴を俺は絶対に許さない。これはやはり先の人々。ああ、なんてことしやがれ。我々はそういう男を相手にしている。肝に銘じておくことだ。それにしても、ヴォルランはどうやって奴隷を操っているのだ。ヘルガイの果実ではないのだとすると。脅されているようにも見えなかったぜ。もっと上の空って感じだった。何か別の薬という可能性もあるが、おそらく違う。進んでヴォルランに従っているってこと？
して。最も強固に支配を支えるのは忠誠だ。忠誠が行き着くところまで行くと、主のためなら己の命を捨てることも厭わなくなる。それを自分の意志と見るか、操られていると見るかはともかく。命まで？そんなことがあり得るのですか？現に見た通りだ。それに以前の君ならどうだ。もし私が最もらしい理由で死を申し付けていたら。デュオハリム！またやってしまったか。すまない。あなたの言う通りです。でもあなたはそんなことはしなかった。大抵のスルドは人の心を縛る術に長けているものだ。苦痛、恐怖、方法はいろいろある。恐怖？この分じゃこの国に抵抗組織なんて残っちゃなさそうだな。助けに来たぞ。もう大丈夫だ。私は一人くらい助けて。いや、シオン。嘘。闇の精霊力、人間一人のものとは思え、オルランに操られているのか。とにかくもう少し近づいてみないことには判断しようがない。だから茨を消すしかないよ。力と力で打ち消す。やるしかないよ。終わりだ。こっちの番だ。いや、私は一人。シオン。死ねない。でも生きられない。シオン。助けた。シオン。今度こそ絶対に。返し切り。シオンの心の痛みに比べたら今度こそ離さない。受け止める。だから目を覚ませ、シオン。次決めてやる。どこだ。次決めてやる。やらせか。やらせか。やっとこっちだ。グレイ。茨が再生していく。このままでは。起きてしよう。起きてよ。私は一人。違う。アルフェ。寂しがっているだけなんだ。目を閉じて、耳を塞いで。俺が触れるのを拒んだから。そうだろう、シオン。
お前は一人じゃない。ローもリンウェルもいる。キサラもティオハリムも俺も。私がいない間何を。ずっと会いたかった、アルフェン。でもそのせいであなたが。シオンの心に触れることができたんだ。安いもんさこの痛み。なんならご褒美と言ったっていい。何それ、痛すぎてどうかしちゃったんじゃないの。多いな。なんか二人ともちょっと。やっと会えたんだから嬉しくて当然じゃねえの。そうなんだけど、別にいいんだけど。それぞれに合ったあり方がある。これはこれで良きかな。多少は周りの目を意識してほしいですが。100年前のレネギス王レナス・アルマ。そうそうだったのね。あなたもたくさんのものを追っていた。お互い様だ。あなたが私だと思っていたのはネビリという人だったのね。私はその人の子孫なのかしら。かもしれないな。そのくらいそっくりだ。それにしてもシオンのことといい、奴隷の扱いといい、えげつないことこの上なしだな。セルドってのはまったく。まこともって宦官の至りだ。あ、いやその、あ、悪い、そういう意味じゃ。あの茨の暴走はヴォルランが仕組んだものだったのでしょうか。どうだろうな。
餌としてなら誘拐だけで十分。たまたま使えると踏んだだけではないか。茨のことは置くとしても、人質として手元に置いた方が効果的だったように思えますが。アルフェンをただ排除したいだけなら直接襲えば済む話だ。ボルラーンにはそれだけの力がある。それをしなかったのは少しでもアルフェンを苦しめるためではないかと思う。なんでボルラーンはそんなにアルフェンを憎むの？ダナ解放の先頭に立っているから。あるいはな。ただボルラーンならずとも、スルドブリガを真剣に争っている身にすれば、勝者の王がすでに存在するのは面白くあるまい。ちなみに彼と面識は？みんなと一緒に遭遇した時しかない。結局謎だらけってことだよね。別にあの野郎ぶちのめすってことは変わらないだろ。単純でいいね、ローは。シオンから出たあれ。それにしてもシオンのこと、一時はどうなるかと思ったぜ。でもよかったよ、本当。アルフェもだが、シオンは大丈夫か？おかしなことはされなかったか？あれから何も覚えていないの。あの時アルフェに痛みが戻った時、昔を思い出した。誰もが私に怯えていた頃、それで暗闇が湧き上がって私を包んで、私は何も見えなくなって一人ぼっちで。シオン。大丈夫だ、もう大丈夫だ。俺たちはここにいる。もう一人にはしない。ありがとう。この絵兵よ。見張りというより待ち構えているという感じだな。ここからは自分の力で押し通れということかな。ならさっさと終わらせようぜ。待て、作戦を。ローに難しいこと言ったって意味ないよ。行こう。お前たちの盲目的な忠誠、奴隷と何が違うというのだ。ボルラーに誉れあれ。無駄だ。意志があるようでない。元の七人たちと同じだ。ならば私が妨害を頼む。燃えろ。任せたまえ。火の精霊。やれぞ、ロウ。いてつくあれ。こっちの番だ。いないから。この予定ある。出さない。いじった。今だ。ここで勝ったな。やれに前。スイヤの金を待ったら。死ぬなれ。負けない。そんなお前が。負けない。どうにかよ。やれろ。切り開く。はっ。支援書。はい。はっ。たらしてまく。ランジョ。はい。つまむし。はい。決めてやる。くだる。ジュミナイア。はい。はい。イカズチよ。バッタイバー。振り注げ。玉切れよ。これで終わりだ。
隷も兵士も皆正しいことをしていると信じきっている。うん、勝ったのにすっきりしないよ。私は忠誠そのものは讃うべきものだと思ってきた。しかしこれは使える主君の問題なのか、それとも忠誠それ自体が間違っているのだろうか。自ら考えるのをやめた時が間違いの始まりなのかもしれない。ならボルラン王を倒せば自分で考えるようになるのか。いや、今問うべきことではないな。まずはボルラン王を倒さなければ。さすがはボルラーンの聖兵、装備も連動も並の装備、公平とはわけが違う。ボルラーンにたどり着く前に、町も町なら城も城だ、仰々しいったらないぜ。大差ないといえばそれまでだが、こちらの方がまだ持ち主の性格が感じられる。どんな性格ですか。威圧的かつ強権的、そして何より無慈悲。暮らす上での快適さなど微塵も求めていない。支配のための場所、それを見せつける意図しかない。これほどあの男にふさわしい城もあるまい。あえて私たちを招き入れたのも殴るためということですか。なめやがって、絶対にあの花柱へし折ってやる。なあ、炎の剣ってなんだか前よりすごくなったよな。うん、精霊力の勢いも増しているみたい。アルフェンが王の能力をより使いこなせるようになったということか。そうなのか。どうなんだろう、自分ではよくわからない。二人の絆が深まった証、それで十分ではないか。お、なんかいいなそういうの。そうなの、私に聞かれても。なんだよ、二人ともはっきりしねえな。仮説でよければ聞かせて信ぜるが。あ、いや、そういうのいいです。でもそうね、前よりマスターコアから力を出すのに抵抗がなくなった感じはあるかもしれない。やっぱ絆か。くぅー。だがお前の手の方は大丈夫なのか。以前でさえひどく焼かれていたはずだ。そっか、そうだよ、前よりもっと熱くなってるんじゃないの。確かに熱さも痛みもひどい。だけど不思議と戦っている間は耐えられるんだ。剣が自分の一部みたいな、胸が高鳴るような。うまく言えないが、その胸の内に炎の剣以上の炎が燃えているというわけだな。またしれっとな。ボルラーンに任せたまえ。抜かせ。ランゲス。すまれ。もう終わった。私に任せて。そうか。任せてくれ。任せてくれ。傷を治すのは上の強い。 まさかの、この国に。
恵みの光を与え、いけるぜ。必死の盤石の体勢で挑もう。みんな無事だな。いいんだ。一番たボルラーのやつはどこにいるんだ。我々の前にいない以上玉座以外あるまい。あれこれ小細工しないでさっさと出てくればいいのに。まったくだぜ。今まで散々自分から出向いてきたくせに。これがあの男なりの楽しみ方なのかもしれん。いたぶるだけいたぶってとどめは自分でか。いい性格してるぜ。普通に考えれば獲物を十分弱らせるためなのだろうが、この手の込めようはやはりそういうことかもしれないな。アルフェン、大丈夫だ。ボルラーンを倒す。それで最後のマスターコアを手に入れてレナス・アルマを作り出す。それで終わりだ。決着はついたか。まだまだ戦いは続くんだな。引いた方が身のためだ。ボルラーに踏まれてる。だだだ。ここやめてる。やめてくれよ。やめてくれ。やめてくれ。ここだ。やめてくれ。やめてくれ。やめてくれ。相手の術を使うか。そっちは私に任せて。やらせない。まだ終わらない。やめろ。任せたまえ。やめろ。動きを止める。息の根取れる。氷のやりよ。みんな待って。大地の元に来たのか。総集しやがれ。切り開く。はぁ、支援章開。私、確実についてる。なんか機嫌いいな。あれは通路が羽橋みたいに上がってるのか。蹴り倒したりはできねえよな。おそらく制御装置の影があるはずだ。探してみるとしよう。
引き締めていこう。こんなもので止められると思うな。我々の消耗が狙いか。邪魔よ。空に逃げても無駄よ。
硬いやつなんだ。
この頃ついているみたいだ。